ネットに近いダイレクト。さあルイスだ、77番ルイス。我々は見たいんですよね。そうですね、そのルイスが打つと、これは拾っています日立。福田ルイバの方で留守番なんだというふうに、昨日話をした時に、いやルイス、そのルイスすごい寂しそうな表情を見せました。こちらは三木日立、ダイレクトで日立ボール。さあ日立が立て直す、打つ構えから長富、バックアタック福田ダイレクト。間もないですからね、はい、やっぱりブロック、日立のブロックを止めました。日立のブロック陣です。6対3、スリーポイント日立リード。今度はルイスのクロスです。まあ、日立の方もこのルイスとは全日本とチームとして、まあ、選手として戦ったことは注文もあったのかもしれません、はい、さあこちらは日立だ。ルイスが広いて開いてまた待っています。そしてルイスが打った、あーっとまたルイスが捕まった、これはあの自分の後ろから来るようなトスなんで、はい、これ難しいトスなんです。福田が頑張らないと日立はもうちょっと、ね、うまく、ね、回っていかないんですよね、はいはい、まあ、本人もそれ一番よく知ってますからね。そうですね、はい、ネット上だ、大A ボール、トスが上がって77番ルイス。あこのルイス今のもほとんど、ね、助走ないような感じで ね、 でね、打ってます。ナッタの高レシーブ。さあバックアタック、ミレイヤルイス。さあルイスだ、ネットに近いぞルイス、うん、これもブロックにかかっています。バックアタック福田、高く上がった、高く上がった。さあこれ大英はちょっと苦しくなった、二段気味のトスでルイス。わあすごいすごい。